117ですね。17号は116と一緒で反対側ですね。反対側作っていきます。まずこのパーツと、まずこれですね。まあ反対、同じようなパーツを組んでいけば、これに、これを、ここを接着です。これですね。これを通して、ここに、パーツを接着していくんですね。8番とまずこれの接着、これがオスメスになっていますね。でこれをくっつけていきますね。でそこへもう一つ、これですね。これがこれですね。突起がちょびっとあるんですよね。これここですね。ここが合うようになってますんで、これも接着していきます。ここに接着していきます。で今度スイングアームの方ですね。スイングアームに115号のパーツ使っていきます。こうですね。で今度ブレーキのハブの方を作っていきますね。このパーツにこれですね。これをここにはめてネジ止め、黒いちっちゃいネジの方です。でこれにこれですね。これをはめて、これ、ネジ穴あります。ネジ穴ある方を、この向きに対して下にしますね。で、ひっくり返して、ディスク、これ。またこれの凹凸のない方とある方ですね。これをここに合わせて、スリーブを入れて、で、ワッシャーを入れて、でこの大きいネジ。はい。で、このできたパーツと、スイングアームの、ここを通しますよね。で、こういう感じですよね。でまた同じようにこれを通してさっきのここですよね。ここネジ止めしていきます。ここですね。ここをネジ止めするとこれが抜けなくなるんで、でここを接着、こことここを接着します。こことここ、こことここ接着します。こことここの接着ってなんか取れちゃいそうですよね。他はネジ止めでガチガチなのに。でこれですね。ここをこちら側に戻すというかはめて終了ですね。これで左右、左右のブレーキ周りの完成ですよね。これディスク周りがスイングアームと、はい、
こんな感じです。